それでは再開させていただきます。杉並ファイブストーリーズの3つ目、内田秀五郎の仕事でございます。旧伊予木村初代村長であった内田秀五郎は、区の将来の発展を見据え、伊予木町土地区画整理事業をはじめ、産業や西荻窪駅他の交通の誘致、教育の充実などさまざまな方面でご尽力なされ、現在の杉並区の発展の基礎を築き上げました。90周年記念事業では、その功績を浪曲で紹介いたします。公演は杉並区西荻窪にゆかりが深い浪曲師玉川大福さんと曲師玉川美恵子さんです。それではご覧ください。浪曲、内田秀五郎一代記。ただいまご紹介をいただきました、私は浪曲師の玉川大福と申します、ご縁をいただきまして、この度、内田秀五郎さんの一代記をうならせていただくというわけでございまして、浪曲を聴いていただくこれからの約20分でございます、なかなか今日浪曲を見ること聞くことがないかと思いますので、まずはちょっと慣れるために浪曲の説明軽くさせていただきましてから本編の方にね入った方がいいですよね。ここから演芸ですから、笑ったり泣いたりの拍手するの自由な時間でね、一つ気軽にお付き合いいただけたらと思いますけれども、ご覧の通り2人でやるというのが浪曲でございまして、さらに前にねこの台も全て区の方にご用意をいただきました、この、布切れを5枚かけるという仕様がもう今日みたいなね千人クラスの、劇場でやる時の昔からの形でございまして、そうですね、大体明治の終わりぐらいから今日まで、ずっとこのような形式、もちろんもうちょっと狭い会場ですと、この3点だけとか、いろんな形ではやるんですけど、浪曲といえば、この台を置いて布をかける、これがセットでございますんで、まずはこのご鑑賞の記念でございます、この布切れの正式な名称を、ぜひ今日はね、区政90周年、大変におめでたい席ということで覚えていただきたいと思います。この布切れの正式な名前がテーブル掛けという名前でございました。本当なんです。恐れる本当に、私は別にこれギャグで言ってるわけではなく、本当にテーブル掛けと申しましてね、これはご贔屓、お客様から作っていただく、送っていただく、お相撲さんでいう化粧回しみたいなものなんですね。ですから本来であれば、今日はねここのすいません、私のそのひいきっていうか、渋谷区の方で、今渋谷高木宿って入ってるんですけど、申し訳、本当だったらここがね杉並区ってなってなきゃいけないのは重々承知なんですけど、杉並区の方でまだ私にこのテーブル掛け作ってくれる方がいないもんですから、でもまあね、考えてみれば渋谷区というのはほとんどもう杉並区かなって私は思ってますんで。よく分かりませんけれども、ご勘弁いただきまして、お話の方が三味線が入って節が入ります、ミュージカルみたいな調子で、その偉業、全てお伝えするともう10時間はかかろうというね、もう大変な功績を残していらっしゃるんで、そのわずか15分ですから、で本当は作ったのは30何分ぐらいあるんですけれども、今日はこのようなね、盛りだくさんの、中での一席でございますんで、その短縮バージョンですんで、フルバージョン、たくさん機会をいただいてるんで、またの機会に、お付き合いをいただきたいと、本当にわずかにしか功績触れることできませんが、目いっぱいに申し上げて、お後と交代でございます。内田秀五郎一代お時間までどうぞ。
び行けば武蔵野大地は玉郡流れも清き草川明治維新の頃となあにお侍の影も消え文明開化のただ中に産声上げし開拓生涯かけて杉並のいや東京の礎を築き上げたる功労者その名内田秀五郎の一大器の一石を時間来るまで努めましょう。緑豊かな善福寺公園見守るようにそびえ立つ銅像ご存知の方も多いかと思います。その銅像こそ内田秀五郎その人でございます。生まれましたのは明治9年といいますとお侍さんが刀を持つことを禁止されましたその年の11月の1日、上井草村内田藤吉母鳥の長男として生まれました。幼少期体が弱かったんですがそれを上回る負けん気の強さで喧嘩も盛んじ負けずの秀ちゃんとあだ名されるほど周りからも一目置かれる存在でした。日に日に体もたくましくなりまして明治16年に小学校に入学をいたします。現在の杉並区立桃井第一小学校この前身にあたります。元第一大学区東京府管内第三中学区上井草村第26番小学校立桃井学校よく覚えました私ねという秀五郎少年の勉強はものすごく夜はランプの火が尽きるのも忘れるほど勉学に勤しみ首席で卒業します。桃井学校卒業後は家業の農業を手伝いながらより勉強に勤しむ日々。内田さんとこの秀ちゃんは大したもんだな。近所の評判も高く順風満帆の秀五郎青年を突如として悲しみが襲います。明治27年の夏頃といいますと昨今の新型コロナじゃございませんが村中で疫病が流行しましてこれが元で父藤吉も帰らぬ人となってしまう。この時秀五郎さんわずか21歳突如として一家の大黒柱となりました。朝干し夜干しいただいて骨身惜しまず働きます。誰より畑を耕して昼飯食うのも忘れます。その傍らで自己鍛錬剣道相撲も敵なしよ。いつしか村の人たちが秀五郎さん信頼していろんな相談持ちかける。気がつきゃ村の大黒柱30歳のその時に日本一の若村長に。明治40年といいますと満30歳以上というのが町村長になる資格条件でございました。
秀五郎さん30歳になってわずか半年後伊予木村の村長に就任、これがもう大変な評判でございまして、村の人がね2人集まろうものならば、おうおうお前さんなんだってね、村長に詳しいんだってね、あっしはねこのね、この玉君の村長ってのがもう大好きだからね、詳しいね、おうお前さん詳しいよ、だからじゃあ聞くがな、その玉君の数ある村長の村長の中で一番偉い村長ってのは誰だか知ってるか、そりゃ簡単だ、負けずの秀ちゃん伊予木村の秀五郎村長よ、飲みねえな、寿司を食いてて寿司がねえからしょうがねえ、伊予木名物のたくあんを食いねえって、まあね、当時はたくあんが名物だったそうでございますけれども、そんな風にも大評判でございます。この日本一若い村長が初めに取り組みましたのが道路の拡張整備でございます。その当時の伊予木村というのは青梅街道をはじめ3本の幹線道路が通ってございましたが、それ以外の道というのはほとんど整備されておらず、雨が降れば足首まで埋まるような泥道となる。道路を通って農作物が運ばれる。道路の整備なくして産業の振興はありえない。秀五郎村長、道路の拡張改修工事を決意いたします。インフラ整備には莫大な財源が必要となりますが、この資金集めに奔走しながら、さらに秀五郎村長、農業発展のために融資を募って伊予木信用購買組合を設立、さらに秀五郎村長、村民の将来のために早くから貯金を奨励いたします。さらに秀五郎村長、教育にも熱心でございまして、伊予木教育会というのを設立しますと、家庭の経済を助けながら教育の発展に力を注ぎます。さらに秀五郎村長、慈善事業にも注意を怠りません、伊予木慈善会というのを設立しますと、生活に困った人がいれば積極的に救済をしていくという、これらのことをほとんど同時進行で進めていくんです。私これをね、いろんな視力の方に、ご用意いただいてこれを発見しました時、一つの説を思い浮かべました。その説というのがこちらです。日頃村長何人かいた説、まあ、そんなわけないんです、そんなことはないんですけど、いや何人かいなければできないんじゃないのかというような、もう社会全体を見る、この視野の広さ、それから並外れた実行力には驚くばかりでございまして、例えば明かりもまだ不十分な時代、村内の伝統敷設、これもいち早く着手をいたしまして、秀五郎村長の熱意が実を結んで近隣に先駆けること、大正10年伊予木村の全戸に赤々と明かりが灯ります。そして翌年大正11年には荻窪駅と吉祥寺2つの駅の中間に新たな駅を作ろうと一大運動を起こすけど、敷地の確保に必要なその資金は莫大です。稲五郎村長苦心の末に見事にその資金を確保しまして、できたその駅、西荻窪駅、大正11年7月西荻窪駅が開通をいたしました。この先ほどねご紹介いただきました西荻窪駅ができたことによって、まあ今から15年ぐらい前になりますけれども、私がまだ修行中にですね、玉川大福浪曲会というのが初めてできたのが西荻窪の駅前なんです。西荻窪出身在住の方が後後援会長になってくださいまして、それが元で西荻窪を拠点にして年に2回、もうずっと今日至るまで会を開催させていただいて、それが元で今日皆様の前でうならせていただいてるんです。ですから私も日本全国いろんなところに旅しましても、必ず西荻窪の方角を確認して足を向けないように寝ている次第でございまして、あ、今のも手話でやってくださったんですか、ありがとうございます。それにましてございます。まあ、何が言いたいかというとね、大変な苦労の末に西荻窪駅ができた、いやよかった、めでたしめでたしじゃないってことなんです。つまりその自分の西荻窪のあたりというのは、駅はあるけど道がないという、
青梅街道から西荻窪駅まで、この道というのは幅、9尺3メートル足らず、これを倍の3軒にしようというので秀五郎村長、地主さんのもとを回りまして頭を下げます。お願いです。道を広げるためにはどうしても少し畑を削らせてもらうしかないんです。お願いします。バカなこと言うな。畑が削れたらうちの取れるもんがなくなるじゃねえか。その分、なんでうちばっかり損しなくちゃならねえんだ。そんなことは嫌だね。おばあさん、ばあさん、塩を持ってこねえか。わかりました、じいさん。いいから帰ると言ったら帰れ。激高しました地主さんから塩を浴びせかけられても、塩でよかったらいくらでもかけてください。その代わりに話を聞いてください。高知は農家にとって命だ。俺も農家の生まれだ。それよく分かってるけれども、道が広くなれば農作業が楽になる。作業効率が上がれば道路になった減少分なんてすぐに取り戻せるんだ。そんなうまい話があるか。いいから帰れと言ったら帰れ。わかりました。では今日は帰ります。そしてまた明日話を聞いてください。思った一年必ず通す、負けず嫌いの村長は連日連夜の説得でついに西荻窪まで道広げ、村人たちの幸せ願う、その思いはとどまらず、さらに道路の改修に一生懸命取り組みます。いつしか村の人たちから道路村長と呼ばれるも、地主の反対ものすごく、中には役場に押しかけて村長を殺せと叫ぶもの。この時秀五郎村長は、私の命でこの村が発展するなら惜しくはない、殺されたって悔いはない、鉄のごときその石で昼夜はかたず飛び回り、反対する人説得する、約10年の歳月に命を懸けた村長の思いはついに実を結ぶ。初めのうちは反対していた地域も、あんな風になるならうちもお願いしたい、賛成に転じていったんだそうです。昭和10年1月全工事が完了します。次から次へとインフラ整備を進めながら、その一方でこれがすごいと思います。私はその自分にすでに環境保護への配慮を怠らなかったという、というのはおそらく内田秀五郎さんの心の中に、緑残して人と地域を残す、そんな考え方があったからではないでしょうか。風致という言葉、味わい、趣といった意味でございますが、杉並区の風致地区の一つ、善福寺風致地区、ここにつきましては秀五郎さんが地主さんのもとを歴訪して寄付を募り、また自ら資材を投じて広大な土地を東京都に提供しました。またその自分というのは戦時中ね、風致景観なんて二の次ですよ。まして交通機関もままならない中、防空頭巾をかぶって命がけで風致の重要性を説いて歩いたそうです。つまり今私たちが眺めることができる、憩うことができる善福寺公園周辺の景観というのは、秀五郎さんが命をかけて守ったものなんです。
けず嫌いのひでちゃんは日本一の若村長となり道を広げて明かりを灯し線路を敷いて緑を守ったが数えきれない功績残し時は昭和50年、去年98歳でその生涯を終えますが100年経った今日も変わらぬ景色が残ります。善福寺池のほとりから100年先もその先も変わらぬ景色が続くよ。見守るように願うようにそびえ立ったるその人が内田秀五郎一大樹の一石をまずこれまで。ありがとうございます。玉川大工さん、美奈子さん、ありがとうございました。会場の皆様、もう一度大きな拍手をお願いいたします。